この動画はクロマチックチューニング法を使ってスネアドラムのチューニングを行う動画の第2弾です。第1弾の動画では上下のヘッドをクロマチックチューニング法でチューニングする中でどんな音楽にでも使いやすいオールマイティなど真ん中の音色を設定、それをファンダメンタルピッチと呼び、そのど真ん中の音程を作る過程を解説実演しました。この第2弾の動画ではファンダメンタルピッチを中心として高い方に2つ、低い方に2つのピッチを設定、それぞれハイピッチ、ミッドハイピッチ、ファンダメンタルピッチを挟んでミッドローピッチ、ローピッチと5種類のピッチで14インチスネアドラムのチューニングレンジ全域をカバーしています。ぜひ皆様もこの動画を参考に様々なピッチバリエーションのチューニングに挑戦してみてください。